福山自動車時計博物館は、広島県福山市北吉地町に所在する、広島県の登録博物館。英語名のイニシャルである、ファクムを略称とする。運営は、公益財団法人農州文化財団。地元の企業経営者で、自動車愛好家でもあるのを宗たからが、1966年より、収集したコレクションをもとに1989年7月4日に、開館。 公益財団法人、農州文化財団によって運営されている。勘名の通り、クラシックカーと時計をメインに展示している。その他、小型飛行機のパイパー、チェロキーや老人形など、広範な趣味的展示物を収蔵する。乗って、見て、触れて、写真も撮れる体験博物館がキャッチフレーズで、日本の博物館としては珍しく、展示物の自由撮影や、 一部車両の車内へ乗り込むことまでも許容されており、その独特な運営方針によって絶対的な規模こそ大きくないが趣味者間に広く知られる。保存されている自動車の多くは自走可能で価値を一般に見出されにくい。生活の道具であった商用車やバスなどを積極的に収蔵していることも特徴である。特に役目を終えた。 古典消防車のコレクションは貴重なラインアップである。展示品は、その貴重さと自動車については、自走可能なコンディションも伴って多くの映画に出演している。博物館送迎車にも本物の旧型ボンネットバスが用いられる。また博物館関係者らは、自動車の高度な再生技術を備えており、一度廃車されて、法的されていた古い自動車を多数取得。これに、 全面デストレーションを施し、ナンバープレート取得できる、稼働状態に復帰させている。館内に乗用車やオート3輪、二輪車など45台、館外にバスなどが30台、車庫には100台以上が保管されている。バイクその他にも、レストア町のボンネットバスが多数ある。また、かつて東博物館でレストアされてから、事業者などに譲渡され実動する古典バスが多数存在する。 などなど他にも、老人業南極観測隊が使用した雪上車などが展示されている。など2011年6月までは、財団法人欧州文化財団が運営していた、地元の不動産会社、菊谷マンション社長、福山駅前水辺公園プロジェクト、代表代行などもしている。ありがとうございます。